コスモス J1054.13 プラス23,434.9は、6分ギザの方角に約122億光年離れた位置にある、スターバースト銀河である。カリフォルニア工科大学にある、アメリカ航空宇宙局のスピッツァー科学センターで発見された。その速い星形成速度から、最も明るいスターバースト銀河であることで知られており、 デビーブルーム銀河という俗称が使われている。銀河系の星形成が1年あたり平均で10個であるのに対し、コスモス J1054.13 プラス23,434.9の星形成は1年あたり4,000個にも達する。コスモス J1054.13 プラス23,434.9は2008年に 様々な波長の多数の望遠鏡を用いた観測で発見された。ハップル宇宙望遠鏡とマウノキア山にある日本の国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡は最初に可視光域で銀河を検出したが、その動作のために目立たないシミのように見えた。スピッツァー宇宙望遠鏡とジェームズ・クラーク・マックスウェル望遠鏡により、それぞれ赤外線とサブミリ波でこの銀河を観測して、 初めて公式に発見されたことになった。コスモス J1054.13 プラス23434.9では年あたり4000個以上の構成が誕生していることからこのようにあだなされることとなった。この速さではこれまで観測された最大の銀河に匹敵する大きさになるまでわずか五千万年しか要しないことになる。この発見は銀河は 他の銀河の欠片等を吸収しながらゆっくりと成長するものであるという銀河の形成と進化についての従来受け入れられたモデルについて最高を迫るものであった。もう一つの奇妙な側面は宇宙が誕生してわずか14億年の時に誕生しているという事実である。この銀河はベビーブームの最中にありほとんどの構成が一斉に生み出されていると スピッツァー科学センターのピーター・カッパックは語った。もし我々人類が同じようなベビーブームを経験しているとすれば、今日生きているほとんど全ての人が同じ年齢であるだろう。ハップル宇宙望遠鏡のコズミックエボリューションサーベイプロジェクトの主任調査員であるカリフォルニア工科大学のニックス・コビルはこう返答する。我々は宇宙で最も大きいダエンの一つの形成の 家庭を初めて目撃しているのかもしれない。画像中の赤い部分では新しい恒星が誕生し、1年に4000もの恒星が生まれる。緑はガスであるが、青は星形成が不活発な別の銀河である。ありがとうございます。